マドンナ・コルバン・ビーノ・フランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニは、イタリア初期ルネサンスの彫刻家、画家、建築家、建築理論家、軍人技術者。特に理論家として、大きな影響力を持った。課金商人の子として、シエナに生まれ、彫刻家及び画家として修行した。1477年頃にウルビーノに移り、軍事技術者として、フェデリコ・ダ・モンテ・フェルトロに仕えた。 当時のウルビーノは文化的にイタリアで最高水準にあり、上塞の形態を取らない初期の宮殿、ドゥカーレ宮殿やその中にヨーロッパ一の品揃えがあった図書館があった。軍事技術者として、また構造設計者としても評判が高かった。1490年5月ミラノ港、ジャンガレア・ソス・フォルザに招かれる。ミラノ大聖堂のティブリオ問題に、 最終的な解決をもたらすものとして期待される。この問題は、数名の建築家が失敗し、建設コンペには、レオナルド・ダ・ヴィンチが案を出して参加し、ブラマンテが案をまとめる役を行っている。レオナルドは4本の柱をメインとして12本の柱に重荷を分散させる案を出すが採用されず、最終的にマルティーニーがそれを活かした上での結論を出す。 6月21日パビーア滞在中のルドビー語、スフォルツァがマルティーニとレオナルドをミラノから呼びつけている。しかし二人の用務に関する記録は残っておらず、ルドビー語の目的はパビーア大聖堂の平面形式から長軸式への変更に関する意見を募ったと推測される。1482年に市民建築及び軍事建築に関する理論書を表している。この理論書は 写本として流布した。また、レオナルド・ダ・ヴィンチが生前に所有していた116冊の書物の中で唯一現存している書物がこの著作である。レオナルドが所有していた根拠として鏡文字によるメモがあるためである。ただし、メモと本文は無関係であるもの多い。その建築書はレオナルドに大きな影響を与えたと考えられている。実作では、 ウルビーノのパラッツォ・ドゥカーレの建設に携わったとされるが、どの部分を設計したかについては議論がある。その他、ミラノ大聖堂のティブリオ、コルトーナのサンタマリアデル・カルチナーヨ教会堂を設計した。これ以外の建築家としての経歴は記録は残っていない。多くの作品を設計したとされるが、今日では不明である。下村虎太郎、ルネッサンス的人間像。 岩波書店 AB 長尾重武、建築家、レオナルド・ダ・ヴィンチ P189、稲川直樹ら、ブラマンテ正規ルネサンス建築の構築者、NTT 出版裾分け和弘ら、レオナルドのもう一つの遺産、レオナルドの趣向、近代海計画の父、ルカパチョウリとの関係、栄光教育文化研究所、ありがとうございます。